競馬女子白雪のラップ分析重賞予想。皆さんこんにちは、競馬女子白雪です。この動画では今週末の重賞レースを一つ取り上げて予想していきます。白雪の予想スタイルは過去の走破タイムやラップの分析が中心です。重賞予想の他にも競馬の楽しさをゆるくお伝えするような動画をアップしていますので、皆さんにはのんびりまったり見てもらえると嬉しいです。まずは先週の結果を振り返ってまいりましょう。 G2 金庫賞、残念な結果でした。プログノーシスとドゥレッツァの2強というところは想定通りでしたが、馬券的には3着の養蜂レイクを推奨できなかったので、これは完敗ですね。上位人気の2頭を本戦に入れている中で、2年ぶりに走るこの馬を買い目に入れることはできませんでした。時計とペースについても想定外のレースになりました。前後半5波論で前傾バランスになったのは過去10年でも初めてのことでしたし、メンバーを考えてもまさかの展開でした。また馬場状態も土曜日はある程度時計がかかっていたのですが、日曜になって一気に回復し、かなりの高速馬場になりました。ここまで急激な量化はあまり経験したことがなかったので、来週の高松の宮記念でも馬場状態の見極めは大きな鍵になりそうです。それでは今週の予想に参りましょう。今週は G2 阪神大賞典を予想していきます。舞台は阪神競馬場の芝 3000m。 レースの想定はご覧の通りです。日曜の天気が微妙なところですが、馬場状態は量の高速馬場としました。勝ち時計については長距離でかつペースも落ち着きそうなので、ある程度幅を持たせて考えたいと思います。予想の中心としては3分3秒0、5波論ごとでは62秒63秒58秒くらいと設定しました。逃げが予想されるディアスティマは前走ハイペースで逃げて大敗していますし、前走逃げたジャンガズマも前半5波論は61秒9ですから、ペースとしてはスローが濃厚でしょう。2周目の3コーナーからペースが上がり、後半の5から4波論での勝負になりそうです。また馬場状態から考えても最速地点では11秒台前半が求められる可能性も高いと思います。ロングスパート勝負とトップスピード勝負、どちらにも対応できそうな馬を探していきたいと思います。それではここからは競馬女子白雪の予想です。本命は帝王ロイヤルにしました。ロングスパート、トップスピード、どちらも高いレベルを兼ね備えているお馬さんだと思います。2走前のステイヤーズステークスはアイアンバローズが超スローで逃げ切ったというレースでしたが、帝王ロイヤルは離れた中段からレースを進めて上がり最速の末脚で2着に食い込みました。展開的にはかなり厳しかったと思いますし、後半4波論で見れば46秒フラットくらいのロングスパートを見せてくれました。また前走のダイヤモンドステークスも超スローからの3波論勝負となりましたが、ここでも上がり最速の末脚で勝ち切っています。 58.5キロ を背負いながら最速地点はラスト2波論目で11秒0ですから、トップスピードも申し分ありません。今回も好位は取れると思いますし、ペースの上がった3、4コーナーで外を回す必要がないのもメリットだと思います。菱田裕二騎手の騎乗に期待しましょう。続いて対抗はブローザホーンです。
これまでに後半のトップスピード勝負をほとんど経験していない点が気になりますが、ロングスパートの能力は最上位と言っていいでしょう。取り上げたいのは6走前のイタコ特別です。2勝クラスではあるものの、中山 2500m で2分31秒5という勝ち時計は、例年の有馬記念と比べても遜色のないハイレベルなレースでした。ブローザホーンは平均ペースで流れた中で2番手から早めに先頭に立ち、ラスト4ハロン47秒3のロングスパートで快勝しています。前走ハイペースの持久力戦をしっかり差し切ったところからも、長距離は全く問題ないですし、後半勝負でどんな競馬を見せてくれるか注目したいと思います。そして黒三角はディアスティマです。ここ2走の結果で人気を落としそうですが、どちらも範囲は明確なので、ここで狙ってみたい1頭です。再現したいのは去年の目黒記念になるかと思います。超スローで逃げた形ではあったものの、後半5ハロンは57秒9、4ハロンも46秒2と非常に優秀なロングスパートを見せてくれました。前走は完全なオーバーペースになってしまいましたし、2走前も自分の形でのレースができませんでした。今回ムルザバエフ騎手に乗り換わるのもプラスに働きそうですし、スローで楽に逃げられればかなり面白いレースが期待できるのではないでしょうか。そして白三角はご覧の通り。シルバーソニックは適性、能力ともに上位だとは思いますが、状態面を考慮して白三角まで。ワープスピードはここ2走本命の帝王ロイヤルといい勝負ができています。また名将ブレゲ、サボーナはロングスパート勝負なら一定の評価ができると思います。そしてディープボンドは適性的にはパワーやスタミナが求められる展開の方が得意そうですが、スローだった一昨年のこのレースでも勝てていますから、抑えておきたいと思います。それでは最後に買い目の発表です。まずは弱気の白雪から。こちらは副賞で帝王ロイヤルとディアスティマを買いたいと思います。そして強気の白雪、こちらは3連複で1、2列目に帝王ロイヤル、ブローザホーン、ディアスティマの3頭、3列目に白三角5頭を入れた計16点で勝負します。以上、ご視聴ありがとうございました。競馬女子白雪頑張れと思ってくれた皆さん、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。